絵を描く仕事を好きな時に好きな場所で。幼い頃から絵を描く仕事がしたかった。でも叶わない夢だと自分に言い聞かせた。それなのにいつも頭の片隅に夢を諦めきれない自分がいた。好きなことで生きていく。お絵描きクリエイター。